はい、みそです。最近動画結構頑張ってアップしてるんですけど、ついにパソコンの調子がですねめっちゃ重くなりまして、どうしたものかと考えていて、ちょっと試しにねこれ買ってみました。一応なんですかね、あんまり買わないんですけど、パソコン買おうかなと思ったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、今後も使えるかなと思って買ってみました。一応 3TB ってなってますね。 3000GB ってことですかね。なんかいろいろできるみたいですね。一回開けてみますね。カメラに使います。それではね、ちょっと開けていきますよ。まずは USB っていうか、これ何なんすかね。これなんか見たことない端子です。何なんですかね、ちょっと見たことないですね。まあこれはアダプターですね。何なんだろう、端子が ちっちゃいの。結構ちっちゃいっすね。箱が大きいからあれなんですけど、ああこういう感じか。なんかスタンドが横置き、そういうこと。こう置くんですかね。なんかイメージだとこうとかこんな感じがしたんですけど、横置きってことですね。でまあ、使い方も何もないですね。そのまんまこいつをねここに挿して、で AC アダプター、 DC-AC わかんないですけど、こいつをそのまま挿して、これでそれなんでいいの。そういうことですね。なんかすごく簡単ですね。このまんま、あ、横置きもいけるのかな。あ、横置きもいけるんだ。縦置きと横置きね。そうですね、まあそのまま使ってみたいと思います。説明書もそんなに何ってことは多分書いてないので、まあそのまま使ってみたいと思います。もし不具合とか、あれがあればあれですけど、まあただデータが増えるだけなので、今度はパソコンどうですかね、買いたいと思ってますけど、本当はMac ですね。Mac にしたいと思ってるんですけど、Mac だと自賠責の、必要なインターネットエクスプローラーがないっていうことで、ちょっと大問題なんで、動画やるなら Mac が良かったんですけど、ちょっと考えます。とりあえず、まあ、PC に関しては、まあ、とりあえず近いうちに変えようかなとは思ってますけど、多分これも使えますよね。そのままずっと、多分ですけど、めちゃめちゃ PC に詳しい人いたら、アドバイスください。それでは、バッファローの3テラのハードディスクの紹介でした。